午前10時です。今、車内のエアコンが切られました。実際の車内温度の検証が行われます。オリオ警察署の駐車場で行われた今日の検証。押収した車を使って事故当時の状況を再現し、車内の温度変化を調べました。生後10ヶ月の中山木月ちゃんは今月26日、 商業施設の駐車場で午前10時ごろからおよそ2時間半にわたって両親の勘違いで車内に置き去りにされた後死亡しているのが見つかっていました喜寿ちゃんの死因は脱水症状や熱中症だったとみられていますきょうの検証で警察は車を事故当時に向いていた方角に駐車し日の当たり方なども含めて再現しました エアコンを切って2時間半後に捜査員が車内の温度を調べるとおよそ50度に達していたということです警察は木きちゃんの両親について保護責任者遺棄地死の疑いも視野に引き続き捜査しています